先行して得意点と接触した者がいるな。我のことだな。ベンヌ、見解を聞こう。確かに強いな。あのような場では互いに本気を出すことはできなかったが、そこ知れぬ力を感じた。もっと味わいたかったものだ。接触というのなら、テフヌともそうではないか。仲間の方と少しお話をしただけです。オシリスやホルスも誘ったのですが。青の少女は星小獣を感知できる。まとまった行動は危険であろう。得意点には仲間が多い。他の者にも目を向けるべきだ。ハウヘタもそうだろう。私は客席の得意点を遠くから見ていただけでして、情報は得られていません。ねえ、ラーちゃんにも聞いて。いや、いい。聞いて。ラーは何をしていた？カジノのスロットをやったら、こんなにお金を手に入れたよ。隣の人間がやり方を教えてくれた。いつも言っているだろう、ホルスよ。ラーとまともに会話しようとするのはやめよ。ああ、したくてしてるわけじゃないぞ。ホルスを責めるのはやめましょう。また爆発するかもしれません。くだらん。得意点の観察をしようと思ったら、スロットがラーちゃんを呼んでて。容易ではありませんか、アトム。ラーには期待していなかったでしょ。私は得意点の観察をくだらんと言ったのだ。見て何かが変わるのか。すぐに殺害するべきだ。我らはそのためにここにいる。その通りです。得意点の強さには注意しなければなりませんが、行動は早い方がいいと思います。しかし、ラジエル、慎重さが求められるのでは？正面からぶつかる必要はありません。星小獣らしからぬ方法で確実に仕留めるべきです。その通りだな。フェニックスの思い通りにはさせん。異論はない。これ以上得意点が強くなったら、ラーちゃんも困るよ。テフヌとはどうだ？やはり争いが生まれるのですね。安心しろ、テフヌと。争いなど起きん。一瞬で終わらせる。私がやろう。
ラジエルが団長の命を狙っているだと、なぜそのようなことを。それにあの聖少獣らは一体、7体が協力関係にあるようだった。フェニックスの思い通りにはさせん。すぐに殺害するべきだ。我らはそのためにここにいる。これ以上得意点が強くなったら、どうやらフェニックスに関わりがあるようだ。いずれにせよ、フェニックスが眠りについていないことは確かなのか。今は考える前に動かなければ。なんだ、何かが来る。この不吉な気配、俺は知っている。まさか、そんなバカな。優勝賞金で何買うつもりだ。B さん気が早いです。まだ1回戦が終わったばかりですよ。そっか、まあファスティバもテレーズも残ってるしな。あらあら、 B ちゃんたら、他にも強敵がいるかもしれないわよ。サブリナも辞退しちまったし、オイラたちの気空団の誰かが勝つに決まってるぜ。オイラリンゴ買ってほしいな。じゃあもし私が優勝したら、たくさん買ってあげますね。ふふん、私も約束ね。本当か、言ったぜ。これじゃ本当の優勝者は B 君になりそうだね。2回戦、私も進みたかったな。ファスティバさんが相手じゃな。デュエルってのは奥が深いぜ。来年リベンジだ。もっともっと頑張るぞ。これが得意点と呼ばれる存在か。他愛もない。炎に貫かれて焼け死ぬがいい。ウィッス、団長発見だわこれ。団長、ここにいたか。
あれは。皆さん、どうかしたんですか？探してたんすよ。テレーズさんが1回戦を終えたら合流するだろうと思ってまずは観戦していたんだけどね。テレーズさん、1回戦とっても素敵でした。美しい戦いっぷりでした。ありがとうございます。団長にぜひとも紹介したい人がいるっす。そっちの兄ちゃんのことか。そうそう、アブラメさんことアブラメリンさんっす。ああ。ほう。まあクリスの居場所を知りたいだけなんだけどね。今は事務所にいるんじゃないかしら。ここからならすぐ近くだけど、どうかしたの？アブラメリン君が探しているものがあるとかで。ああ、もしよければ君たちにも聞きたいんだが。実は。蘇ったか、アブラメリン。フェニックスの居場所を教えろ。うわ相も変わらずイノシシのような直情さよ。300年は貴様を成長させなかったか。トリマ止めっぺ。どっちを？アブラメリン君、落ち着いてくれ。貴様を破壊してやる。思い上がるな。これどういう状況なんだ。とにかく今は火事が先。早く火を消さないと。力を貸して、リヴァイアさん。
あれが青の少女か。しかしアブラメリンが目覚めていたとは厄介な。死ね！うわ、砂嵐！ここは建物の中だぞ。ガツム！どこに消えちまったんだ。角ですか。なあ、アブラメリン君はさっきフェニックスって言ってなかったか。聞きました。でもフェニックスはあの時団長さんが。うわ、倒しちまったぜ。何？倒しただと？お前が。もしお前がフェニックスを倒したというのなら、この場で俺を殺してみろ！は？殺してみろ！落ち着いて。傷は浅くしてあげたよ。まずは話し合いといかない。何か誤解があるみたいだしさ。切り傷で死ぬと思うのか。回復魔法か。にしても随分手際がいいぜ。団長さん、どうやら彼簡単には引き下がってくれないみたい。マジおっかねえけど、トリマー呼びかけてみるけ。つかアブラメさん、どうしたよ。アブラメリン君をまずは落ち着かせないと。俺を切り刻んでみろ。すまなかった。アブラメリン君、意識を取り戻したのかい。どうかしていた。俺はまたやってしまったようだ。目の前が真っ赤になってしまい。落ち着いたのならよかったわ。私たちも手荒になってしまってごめんなさいね。構わない。悪いのは俺だ。どうか気にしないでくれ。
何の騒ぎだ。させん、ちょい状況をごちゃったケース。トラブルがあったのかい。警備を任されているのにすまない。トラブルというか、私たちもまだよくわからないんですけど。俺一人が原因だ。我を忘れて暴れてしまった。兄ちゃんすげえ強えな。回復魔法も早いしよ。でもその角は何なんだ。兄ちゃんドラフなのか。いや、回復魔法など使っていない。俺はドラフでもない。あの、さっき聖少獣が300年ぶりって言ってましたよね。そういえば。そうだな、あいつやその仲間とはそうなるが、俺は6000年前から生きている不老不死なんだ。フェニックスと共にお前たちの言う創生神とやらを二つに分けた古代人類だ。古代人類？やはり間違いなかった。この気配は。デモニウムのもの。どういうことだ。眠りについたはずでは。Mm-hmm.